2 4年の正月に放送されるテレビ朝日系のスペシャルドラマで、後藤さんが30年ぶりに主演を務めることが決まったそうです。松本清張の小説が原作で、9月から撮影が始まる予定だと聞いています。芸能関係者、写真あり、後藤久美子と米倉涼子が横に並んだ、全日本国民的美少女コンテスト、のポスター96年に当時 F1 レーサーだったジャン・アレジ氏。 59と事実婚し、拠点を海外に移して以降は仕事をセーブしている後藤久美子、49。19年の映画、男は辛いよお帰りとらさん、で23年ぶりに女優復帰し話題になった。実質的に女優を引退していた後藤さんですが、山田洋二監督、91からの手紙での熱烈なオファーで重い腰を上げたそうです。 映像制作関係者、実際に29年10月に、男はつらいよ、の舞台挨拶で、こうやって、女優として、自己紹介をする日が来ることを夢にも思っていませんでした、と語っていた。来春のドラマ主演についてテレビ朝日に尋ねると、今後の編成に関してお答えすることはありません、と否定しなかった。後藤の今回のカムバックにもある事情が、 テレビ朝日と後藤さんの所属事務所であるオスカーは、近年米倉良子さん48の代表作であるドクター X で結びつきを強めてきました。しかし米倉さんの独立により蜜月関係に異変が、そこで白羽の矢が立ったのが後藤さんだったのです。米倉さんは後藤さんがイメージキャラクターを務める全日本国民的美少女コンテストで、 92年に審査員特別賞を受賞したことがきっかけで芸能界入りしていますそんな後輩が開けた穴を埋め所属事務所を助けるため女優業には決して積極的ではない後藤さんが一肌脱ぐことにしたと聞いています前で芸能関係者男はつらいよ出演の PR で登場した週刊朝日19年12月27日号のインタビューで 私の人生、すべてプライベートですから。月に私生活を歩んでいます。と語っていた後藤。国民的美少女から、姉子、え、後輩の、尻拭い、を買って出るのも先輩としての矜持なのかも。